区内庁が新たに広報室を設置したことが発表されました。会社組織においては普通のことかもしれないが、そのトップには警察庁の藤原舞子初代経済安全保障室長が就任したことに、霞が関は驚きを隠せません。安倍晋三内閣以降、重要政策とされてきた経済安全保障の分野で、リーダーとしてスパイ行為を含め、 情報技術人員物品の出入国を監視してきた藤原氏が、宮内庁に移動したためです。そのため、宮内庁においては警察官僚が目立つようになりました。また、半年前には元警視総監の吉田直政氏が御用掛けとして、鈴木敏夫警察庁長官官房参事官が総務課長として就任し、秋篠宮家に焦点を当てた、秋篠宮家シフトが始まりました。そのため、 藤原広報室長の登場は、さらなる警察官僚の影響力の強化を示すものとなりました。さらに、今年2月には皇宮警察本部の不祥事が相次いで発覚し、後期粛清が急がれている中で、小林人捜査第一課長が異例の起用となりました。また、皇室の資産管理を担当する管理部長には野村後大阪府警本部長が復帰し、 皇宮警察本部長も警視庁警備部長経験者で、首相官邸においで危機管理やサイバーセキュリティ対策の中心メンバーだった下田隆文氏に交代するなど、警察官僚による宮内庁支配が一段と強まっているようです。国家の運営やリスク管理を担うテクノラートらが、象徴天皇という制度を維持することが危険的であると感じ始めたことが、この変化の一因であると考えられます。 戦後の日本社会は、昭和、平成、そして令和へと代替わりする過程で国民の皇室離れが進んでいます。かつてあった皇室に対するリスヘクトは失われ、無関心や無視が増えました。このような流れの中で、象徴や権威といった概念の解体が現実的な問題となっています。そして、政権と社会の統合を担う権威とされる天皇家との間で、 国秘事項とされていた天皇の生前退位問題が2016年に唐突に報道されました。擁護派も登場し、天皇にも人権があるという主張がされたことで、政権は予期せぬ非常事態に直面しました。法律に違反する天皇上位の教皇は、象徴天皇制度に大きな動揺を引き起こすことが予想され、政治的には体制ないクーデターと移ることもあったでしょう。 経済の停滞によって日本が衰退国家に転落した失われた30年に対抗し、強い日本を取り戻すと国家の復権を掲げる安倍内閣にとって、象徴天皇制度の根幹を揺るがす問題は、国家統治のための重要な装置の一つでもありました。そのため、状況に対して緊急避難的に上から秩序を供給するために、元警視総監の西村康彦が内閣危機管理官として宮内庁ナンバーに、 次長に任命され事態のソフトランディングを図ったとされますがこれも十分に予測されていたことでしたその後西村氏が宮内庁長官に就任し皇室再構築が進められたものの令和皇室はいまだに方向性を模索する中にある戦後憲法に明記された象徴天皇制度の限界は歴史的な転換期である天皇三代の時期に初めて明確になったともいえる これまで開かれた皇室が強調され、国民との距離を縮めるための努力が行われてきたが、その幻想は制度上の困難を隠蔽するものでしかなかった可能性もある美智子さまフィーバーやご成婚フィーバーといった社会現象が起きた一方で、秋篠宮妃、乃子様のぎょちゃんブームやまこ様、ま、佳子さまなど女性皇族のキャラクターもメディアで取り上げられた。 しかしこうした開かれた皇室の演出は、制度としての象徴天皇への国民の理解を深めるどころか、むしろタブー史を呼び込んでしまった面もある。例えば、平成天皇の異例の旅は象徴天皇のありようを示すものとされたが、これも昭和天皇の戦争責任を避けるために行われたものであり、今後の天皇のあり方を示すものではなかった。しかしこうした点については、 多くの人が気づきを変えていたと言える。秋篠宮様が皇室の情報発信について正確にタイムリーにとした上で、海外の王室のように皇室のうち誰かが個人のアカウントで発信する可能性もと、踏み込んだ発言をしたことから、宮内庁側が広報室の設置を検討しました。宮内庁総務課にある報道室とは別に、 広報室は自らの情報発信やソーシャルメディアへの対応を担当することになります。ただ、当初は宮内庁も広報室の設置に慎重だったとみられます。眞子さまの結婚問題をめぐる騒動から、ネット上で誹謗中傷が乱舞し広報室はバッシング報道などへの反論のツール的意味合いが中心になると思われますが、その効果には疑問が残ります。また、皇室スキャンダルの余震が収まらず、 次女過去様が引っ越し問題で拒否感を示したり、愛子様の結婚問題も早くもかしましくなっています。そんな中、皇室の情報発信の問題にはまだまだ肩がつく見込みは薄いようです。英国王室のスキャンダルを見るまでもなく、世界中の歴史において、センセーショナルな出来事やスキャンダラスな事件が含まれた皇室に関する話題は、メディア社会にとっては、一つのサブカルチャーと言えるかもしれません。 そのため、ネット社会における事実誤認や誹謗中傷に対して、宮内庁は逐一、もぐらたたき的に反論する必要があります。また、皇室の権威を盾に、言論の封殺と見なされかねない行動は社会全体から逆襲を招くことにもつながりかねません。そこで、宮内庁はマスメディアやソーシャルメディアを問わず、自らの立場を明確にして、節度を持って意思表明することが重要です。 技術的な情報発信方法を模索するよりも国民からの信頼をいかに得るかが最も重要な課題となるでしょう。王室廃止論が公然と叫ばれる英国では昨年9月に逝去されたエリザベス女王が王族スキャンダルと国民の王室離れの流れの中にあっても国民の前に立つと信頼回復のために身をもって情報発信を続けたことが示唆的です。これは 伝統に基づく知恵の一つと言えますまた、皇室には伝統的に奥と呼ばれる、女官をはじめとする専門職集団と表と呼ばれる官僚組織が存在します。今回、その表の中核に初めて女性官僚が、しかも国際派から起用されました。男系社会の皇室、そして政子皇后や愛子さまが支える天皇家にとっても、ガラスの天井を破る、 何かのきっかけになるかもしれません。そんな中、下記のような記事を見つけました。天皇陛下は真面目で誠実、実直な人柄で国民から深く愛され、一方の秋篠宮殿下は不誠実で怠惰であり、多くの国民から反感を持たれています。このニュースを見た人々のコメントを見ていきましょう。秋篠宮殿下の母はみて子さんかえみ子さん。海の母はどうでもよい。 問題は、秋篠宮殿下が秋人さんの種か。ってこと。秋篠宮殿下は、恵美子さん旦那の安在高之氏に繰り卒。真子さんは安在氏の祖父、森信照氏に繰り卒。加古さんは恵美子さんに繰り卒。かも桜は産んだとされる時期は舞台だよ。美て子さんはあの時、死急摘出したのか。安在氏と浮気したのか。 それとも、恵美子さんに借りばらしたか。どちらにせよ、秋篠宮殿下は秋人さん、天皇家の養子ではない。秋の母親は美て子でしょう。熱心に天皇にさせることに必死ですからね。まあ、清子さんの母親がかも桜って話ありますけどね。まだデマを記事にする人がいるんですね。秋篠宮の母は美智子さん。 秋篠宮は昭和殿下の安在高行氏に売り二つと言われている、と聞いています。別の話では秋篠宮は、道子さんの不倫の結果の子供とも聞いています。道子が第一子を出産されて子宮を取られたと書いた後に第二子の秋篠宮様は道子の大身になったお子様ですはおかしいと思います。やはり天皇家の存続のため、どなたかにお願いして第二子、 第三子を設けたとしか考えられません。みちこもまさこもお辛い気持ちで過ごされたことが想像できます。そこまでしなくては成り立たない皇室に何か不自然さを感じてしまいます。かも桜は完全なガセのようです。秋篠宮が生まれた頃宝塚の舞台で踊っていたのは事実のようですから。それより秋篠宮については母親より父親が秋人さんではなかったという噂もあり、 こちらの方が行為の資格に関わるから深刻なのではあくまでも噂でしょうが、聞いたことがあります。根拠は、美智子さまが皇太子を出産された次の妊娠で、北条期待、武道子、妊娠だったこと。稀に肺がんに推移してしまうので、将来の皇后になられる方にも下のことがあってはいけないから、その時に子宮を取ってしまった可能性がある、と聞きました。元天皇陛下は、 側室に産ませることを非常に抵抗されたが、皇太子を一人では、天皇家の存続が厳しいと悟され、皇室のために、美智子様以外の女性に産ませたという内容の噂でした。皇室って血の継続のために、何でもありなんだなぁ、と思いましたね。今回にしても同じでしょう。天皇皇后両陛下はとても仲睦まじくて、 足元が悪いとすぐ天皇陛下が皇后さまに手を差し伸べられます。三つ上の回答者が言っておられることが本当ならば、今のような仲睦まじさはないですよ。皇太子さまと黒田さや子さんは天皇家の顔立ちですが、秋篠宮さまは皇后さまにです。秋篠宮さまと父親である秋人さまがあまりにも似ていなさすぎることから、実の親子ではないという噂が浮上しています。 しかも、秋人様は身長が165センチメートル、母親である美智子様は162センチメートルに対して、秋篠宮様は178センチメートルもあります。長男である徳人様は父親の秋人様に顔の輪郭やパーツなど雰囲気が似ています。ちなみに徳人様の身長は163センチメートルなので体型も似ています。同じ親子なのにどうしてここまで違うのでしょうか この現実を見ると、本当の親子ではないと噂が出るのもうなずけますね。もし仮に本当の父親が別にいるとしたらそれは一体誰なのでしょうか。安西隆之氏が秋篠宮さまの本当の父親だと噂されている理由その理由は以下の通りです下た顔と体格が似ている道子様とつながりがある。のり子さまの作望に雅子さまが涙を流されたことが話題になっています。一体どういうことなのでしょうか。 その内容をお伝えしていきます。合わせて、一人暮らしの準備を進めておられる佳子さまですが、佳子さまの一人暮らしに秋篠宮様が好意的でばない理由についても一緒に紹介していきます。ぜひ、コメント欄にあなたの感想を記載してください。3月17日、秋篠宮家の次女佳子さまは、茨城県水戸市の快楽園で開催された、桜植樹式典にご出席されました式典が終わった後も、 カコ様は茨城県内各地を視察され、精力的に活動しておられるようでした。久しぶりにノーマスクでの公務となり、カコ様の明るい笑顔を見ることもできましたが、その裏にはカコ様の苦悩も多々あったといいます。その苦悩のうちの一つが、今準備を進めている一人暮らしに対して、秋篠宮さまがあまり好意的ではないというものです。現在、カコ様の一人暮らしをめぐって、 ご家族の中で話し合いが重ねられているようですが、秋篠宮ご一家は、改修工事が終了した東京元赤坂の秋篠宮邸に引っ越しの準備を進めておられる最中です。そんな中、佳子さまがただお一人だけ、引っ越しの準備を進めておらず、仮ごところでの一人暮らしを選択されました。秋篠宮様は、国民に説明がつかないとして、佳子さまに断線させようと話し合いの場を設けられたそうですが、 されなかったそうですさらに秋篠宮様が佳子さまの一人暮らしの好意的ではないことには女性宮家に関する議論が現在進行中であることも関係しています静岡福祉大学名誉教授の太田部裕二氏は佳子さまは結婚後に皇室に残るのか結婚して生まれたお子様の扱いはどうするのか 過去様の結婚相手はどのような立場になるのかなど重要なことが何も決まっておらず、議論中です。もし仮に、議論の真っ最中である今過去様が結婚され、現行の制度にのっとってすぐにも皇室を離れられたとしたらじっくりと議論をしたい国民の声を無視することになってしまう。ただでさえ小室問題で国民の信頼を損ねてしまった秋篠宮家が、さらなるイメージダウンにつながる可能性があります。 秋篠宮様は過去様の一人暮らしや結婚に関しては敏感にならざるを得ない状況でしょうと自身の見解について話しています。国民からは警備費用が単純に2倍かかるようになってしまうのではないか。秋篠宮家が自由に使える家が2棟も立っていることに納得はできないといった声が上がっており、過去様のお一人暮らしに対しても賛否両論のようです。こうした問題も抱えている秋篠宮家ですが、 のりこさまはさらに別の問題を起こしてしまったようです。のりこさまは、5月に行われるチャールズ3世の戴冠式参列によって、国際的な評価と認知度の上昇を狙っておられるわけですが、残念ながら、のりこさまの思惑通りにはならない可能性が高いと言われていますというのも、先ほども少し触れた通り。秋篠宮家バマ子さんと小室さんの結婚騒動や、久人様の盗作問題など、 様々な重大な問題を引き起こしているからです。そうした問題について、再びクローズアップされれば、秋篠宮家に対する世界からの評価は、上がるどころか、下がってしまうことでしょう。ジャーナリストの田上紀子氏は、秋篠宮家が英体官式に参列することについて、体官式がチャールズ国王にとって気心知れた参列者で溢れた場合、 非常にお気の毒ではありますが、秋篠宮ご夫妻が孤立なさってしまう懸念があります。儀式の席時は、連邦代表やキリスト教国であることが優先されるので、日日本は未席となってしまう可能性も捨てきれません。またコロナ禍の影響で秋篠宮夫妻は、一重引用不終わり中括弧海外訪問の機会が乏しく、チャールズ国王はもとより他国の招待者にも顔を知られておらず、記念はどなた という質問から会話が始まるかもしれませんと、見解を述べています。その他にも秋篠宮ご夫妻の永代鑑識参列に否定的な報道がされる中、日本国民からも秋篠宮ご夫妻が永代鑑識に参列することに対して、批判的な意見が数多く書き込まれています。ニュースサイトのコメント欄には、 もうどうやっても国民の民意も英国側の気持ちを組まないんですね。ジェードをしてそこまでして彼らを担ぎ上げるのか理解ができません。英国側に対してとんでもない無礼だと思います。今まで陛下が積み上げてきたものをいともあっさり破壊して満足ですか。チャールズ陛下に失礼を働いた宮妃を派遣するなど正気とは思えない。祝いの気持ちではなくこちらの都合で決めたことは、明白雄陛下のようにやりとりを重ねてきたわけではないのだから、 友人を招きたいとチャールズ陛下の気持ちも無下にするわけだ。あちらでどんな扱いを受けれるのか見物だ、といった声が書き込まれていました。このように、国民の多くは秋篠宮ご夫妻よりも天皇皇后両陛下がふさわしいと考えているわけですが、今回、秋篠宮ご夫妻が参列することになった裏には、範子さまによるさまざまな策謀があったという噂が出ています。ある宮内庁関係者によると、範子さまは、 何が何でも、今回の英戴冠式に参列されたいということで、最初に、英王室から送られてきた天皇皇后両陛下宛ての招待状を破り捨て、宮内庁の幹部らに、今回、私たちが戴冠式に参列できないなら、私は宮様と離婚し、功績を離脱します。とまで煽られました範子様がこのような作謀を行われたという情報は、すでに宮内庁や皇室内で広まっており、雅子様は、 涙を流すほどの無念さを覚えたそうです。宮内庁は、秋篠宮ご夫妻の参列は、過去の慣例と日本国政府の外交方針に基づくものであり、日英両国の友好関係を深めるために行われたものだとしていますとはいえ、この噂を聞いた雅子さまは、深い悲しみを覚えたと言われています。天皇陛下とチャールズ三世は、40年来の交流があり、陛下は戴冠式にも参列したいと望んでいたというのに、 のりこさまが自らの地位を高めるために陛下と雅子さまの参列を阻止しようとしていたのですから当然でしょう。雅子さまは、チャールズ三世の戴冠式に参列できなくなったことのみならず、このニュースを見た人々のコメントを見ていきましょう。座敷牢に幽閉され、日々石棺を受ける障害児さまも、あの義休下に生まれてきたことをさぞや悔やんでいることでしょう。まだ平民の少し豊かな家に生まれていた方が、 ちゃんと支援学校に通わせてくれただろうし、両親の愛情を受けて心静かに育つこともできたでしょうに。裏口入学にしても、人工内耳の手術にしても、ただ母親の野心のせいでああしろ、これはダメと命令され、言うことを聞かなかったり、0点を取ってくると座敷路で石棺では、ひたすら苦しむためだけに生まれてきたとしか言えないから。あんな配達から雅子さまが認められなくてもいいんです。 むしろお仲間でなくてよかった。近城天皇ご一家の温かさ、画面で拝見させていただいただけで幸せな気持ちになれる唯一無二の存在。いてくださるだけでありがたいです。平成の四人衆は、もう消えてもらって結構です。あ、あと子供たちもね。以前反対込め、短時間に急速に増えたり変な人為的と思える動きしたことありましたね。どなたかの意向で増減することある。 ということでしょうか。今までのブーメランで父上を亡くされたのに未だに気づかない哀れな狐。天皇陛下に受詛を行ったならば、最大ブーメランが夫や息子、娘に帰ることを想像できない障害。日テレ跡地に二棟の御殿を建てたのに、わざわざしがないマンションに記者を呼んでアリバイ作り。ベルサイユナマズ御殿と同じやり方。ハウスクリーニングしただけの部屋だけ公開。工事費と見合わない部屋。 陛下が望む会計監査をお願いいたします。横ですが、ツイッターで一本前が出歩いたそうだけど、予定も報道もなかったらしい。良い傾向ですね。これには政子パパが超大物であり警戒されたことが背景にあったのである。真紀子さん方の外籍の方がいろいろやらかしてくれたが、所詮は怖悪と、大して問題視されなかったのであった。世界日報は、さに統一教会の機関新聞ですからね。 見てことの癒着を強く疑わされます。今般なる人用座敷路が新築された元赤坂改良住宅には、のり子の愛人とされるジャニタレ君までが住み着いています。あの家は犬猫は飼わずに、住んではいけない人間ばかりを飼育しているのです。おかげで餌代や電気代、水道、ガス代、交通費までが三宅予算とどんぶり勘定にされて、最後は国民が支払う格好にされても、 会計検査が来ないことを言いここととをに税金泥棒がずっと見逃されています。将来の天皇を標榜するのに、税金泥棒や公私混同、息子への虐待折感が指摘されるようではおしまいです。どうして批判されなかったのか。まだネットも普及していませんし、当時は新聞テレビ週刊誌を抑えれば大体口止めできていた。今は宮内庁や政府でも及ばないネット社会なので、 口止めの苦労は当時の日じゃない。統一協会とブラック解放同盟がノリコのためにタッグを組めば、皇后陛下や敏宮様をマスコミ総動員で誹謗中傷することくらい分けないと力を見せつけたいんでしょうね。陛下を呪い殺そうとしているノリコの呪詛にしても、やはり皇族になってはいけない出事の女の諸行としか理解できませんね。ノリコも最初マコと旧皇族男子との結婚などを狙い、動いたこともあったが、 駅南デジ問題がある以上、貴族階級との縁談は、都合的なので方針転換した。事前の策として、今度は相当なリスク覚悟で経由。特美検察の追手を巻き御用地で得うことに。これが政権にとっては最も困る選択肢なので米に。逃がす案に落ち着くことを読んでの策謀だった。秋篠宮家の指示基盤だった。 自民党を動かしてきた安倍氏の韓国人旧統一教会との深い関係連日報じられ、統一教会が自民党内に深く浸透していたことが明らかになりました。文春によると、自民党議員数十人が憲法改正含める政策協定をこの韓国人宗教団体と結んでいた、そうです。その養子教会が持っている、とか。日本国民世論8割は統一教会解散命令出すのに賛成との調査結果出ています。 しかし岸田総理自身協会との関係文春に暴露されるような状況で、解散命令、やってるふりになるのでは。と危惧します。外国の宗教団体が皇位継承を含め日本政治に影響を与えるような状況なんとかしないと日本の未来ありません。選挙行きましょう。愛子天皇実現に動いてくれる政党、人物に投票しましょう。